はい、どうも三月でございます。ロードバイクの紹介をしたいと思います。初登場になりますね。ちょっと見えてますか、後ろのあのロングライダースでおなじみの、フォーカスのカヨですね。これの紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。めちゃくちゃツツ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 フォーカスのカヨです。さあ、じゃあ一つ一つね、いろいろ見ていきましょうか。まずコンポーネント周りがこういう感じで、アルテグラの DI2 でございます。前の、チェーンリング、これがですね、サイズが 52-36 クランクもアルテグラで、こういうね、ビンディングに関してはデュラエースがついております。カヨ横を見るとモアクレストサイクルショップさんのシールがですね貼ってありますね。おしゃれ。後ろを見るとケーブルがねフインってついてる感じで、で、スプロケットは 14-28 がついております。この姿ね、どう、チーム名ですかね。ほら、どう。さあ、そのブレーキを見ると6800系ですかね、アルテグラ。さあ、前へ行きますとハンドル、ハンドルはですね、シマノプロのバイブ、ステムがこれもシマノプロ、バーテープはフィジーク、ちょっとレバーを見てほしいんですが、DI2 のレバーでよく見るとね、加工がしてありますね。持ちやすくなってます。で、前から見るとロゴが書いてありまして、これ珍しいですかね、 DI2 ので、ケーブルがですね、このハンドルの中を通って、これもすげえ珍しいポイント、インナーケーブルですかが入っております。どうですか、かよちゃん。よく見ると下の部分にこういう形でジャンクションがついております。さあ、前から見るとこんな感じ。フォーカス、どうすか。さあ、サドルがですね、フィジーク、アリオネですね。サドル結構後ろからとか前から見ると 2つに分かれてるので。おー、シートボスト、これは紹介したかな。あ、もうやんだ、やんだ、まだ。シートポストを見てほしいんですけど、後ろがですね、2つに分かれております。空力を計算した形だと思うんですが、これがね、見るべきポイントの一つだという感じでございますよね。フォーカスのカヨ、皆さんすげえ興味があると思うんですけどもね、その興味はこんな感じで形になっておりますよね。ホイールがですね、ボーラワン、こういう感じでね、超ディープリムで、ついております。タイヤがですね、ミシュランのパワーコンペティション、レースコンペティションミシュランのパワーがついております。ボーラワン、これも G3 でね組んでありますよね、ボーラワンと。おおぼぼ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 、すげえな。やっぱロングライダーですね、一番人気がありますんでね、見るべき時代でございますかね。はい、というところで、本日紹介しましたのが、見えますか、フォーカスのですね、カヨ、こちらの紹介でございました。この動画がいいなと思いましたらですね、いいね、それから、ぜひチャンネル登録もですね、よろしくお願いいたします。というところで本日の3月動画でございました。それでは。